どうも、アルダンです。本日は長谷プロさんの LINE シートを貼り付けていきたいと思います。こちらの LINE シートはカスタムペイント G3 というタイプで、サンシャインゲットのものを購入しました。そしてこちらの LINE シートはカーボン柄のマジカルアートシートで、レッドのものを購入しました。どちらも通販限定で販売されていて、それぞれ楽天で購入いたしました。まずはリアスポイラーの部分にサンシャインレッドのラインシートを貼っていきます。あまり詳しくはないんですけれども、通販限定というのはこの 2.4 メートルという長さのものが通販限定で販売されているというふうになっていると思われます。このハイマウントストップランプの場所は細くなっているので、余分な部分はカッターでカットしていきます。貼り付けが終わりました。赤っていうよりもちょっと朱色に近いようなイメージですね。でもなかなかいい感じの色合いで、のスポイラーの部分が入ると思います。このカーブの部分はちょっとよれてしまって綺麗に貼れてないのは残念ですね。今回の赤いラインテープはかっこいいかどうかはまあ賛否が分かれると思うんですけれども、ちょっとお試しで貼ってみました。そこまで目立つような感じではないんで、自分ではまずまずいいんじゃないかなって思います。続
続いてフロントバンパーの両サイドにカーボン柄の赤いラインシートを貼り付けていきます。こちらも貼り付けが終わりました。ちょっと細いのでよく見ないと貼ってるのがわからないぐらいの感じですかね。でもそれぐらいの存在感がちょうどいいかなっていう気もします。リアバンパーに貼った樫村さんの赤いラインモールを貼っても良かったんですけれども、ちょっと長谷プロさんのこのラインテープが気になったので今回こちらを貼ってみました。バンパーと下側の樹脂パーツの部分が段になっていて、ちょっとその部分で貼るのが難しかったですね。で、その部分のせいでラインがちょっと潜り込むような形で細く見えてしまったのがちょっと計算外でした。ただそのおかげもあってラインが主張しすぎないっていうところもまあ良かったといえば良かったような気がします。フロントについてはメッキのフロントリップガーニッシュをつけているんですけれども、それ以外は特にいじってないので、今回のこの赤いラインでワンポイントの主張ができればいいなと思ってつけてみました。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。